花火大会一緒に行けなくなった。どうして？あのね、地元の友達から急に LINE 来てさ。葵ちゃん仲いいの？ちゃん、まあみんな忙しくて全然会えてないけどね。元友だよ。元だよ。元友？なかなか会えない地元の友達、略して元友。今友はひなだけだけどね。うん、嬉しい。私もそんな感じ。でも今友も大事だけど、たまには元友とも仲良くしておこうかな。しょうがないな。ここは今友のひなちゃんが多めに見てあげましょう。やった、ありがとう。その代わり夏休み。そうだ、ひなも元友に連絡して花火大会一緒に行きなよ。え、言ってたじゃん、昔の仲良しグループの話。中学までは夏休みいつも一緒だったんでしょ。あー、お祭り会場でお互いの元友連れて顔合わせしない？いいね、楽しそうね。決まり、絶対楽しい。なんであんな嘘ついちゃったんだよ。私に元友なんていない。中学まで友達もいない陰キャだった私は、新規一転、高校デビューで陽キャに変身。ちょっと無理して最初は浮いていたかも。でも最初にルルが声をかけてくれて、そうして私は人生で初めて親友を手に入れたんだけど。ひなちゃん。え、この子が？隣のクラスのひなちゃん。この高校で唯一私が地元同じだった子。おいおい、無視すんなよ。よっ、花火大会一緒する相手いないんじゃない？どうして？ルルが言ってたよ、ひなの友達と会うんだって。あ、そうだったんだ。嘘つき。嘘？もしかしてこの子中学時代陰キャぼっちだったの？なんか高校で見かけたらイメチェンしてて。元陰キャウケる。地元の友達なんかいないのに誰連れてきだったんだよ。鈴奈には関係ないでしょ。地元の友達、嘘ではないでしょ。花火大会うちらが一緒に行ってやろうか。はぁ、なんで私まで？その代わりイケメンって評判の弟くん、花火大会連れてきてよ。はぁ、何それ何それ。中学の頃から気になってたんだよね。トールに？いいじゃん、私は弟くんと会える、ひなはルルとの約束守れる、みんな幸せ。どう？姉ちゃん、友達と花火大会行くんだろ？母さん、張り切って浴衣出してたよ。そうなの？姉ちゃん、毎年夏休みはずっと家にいるもんな。せっかくの浴衣、ちゃんと着てやんなよ。あのね、トール、そのことなんだけど。やっぱ行かないの？行く、行くから。友達できたのは本当だもん。トールにも紹介してあげる。いや、そういうのはいらんわ。トール、うっそー、弟くんマジドストライクなんですけど。さすが施設ファンクラブできただけある。うげ、弟に変なことしないでよ。自分の嘘つき通すために弟くん打ったひなちゃんに言われたくない。ひな、一学期お疲れ様。あ、ルル、夏祭りで会おうね。ひなの地元の友達に会えるの楽しみにしてる。うん、夏休み最高。ブリヤッパー、うかれうさぎ、ほんと楽しみ。じゃ、花火大会の日よろしくね。結局そのまま花火大会当日を迎えてしまった。どう？綺麗でしょ。うん、化けたね、言い方。まあでもお母さんも喜んでくれたしさ。うん、楽しんできなよ姉ちゃん、初めての友達の花火大会。うん、トールってさ、今日暇？俺は受験勉強だっつーの。トールさ、ん？お待たせ。
やだ、浴衣かわいい。それで噂の弟くんは連れてきてない。やっぱりちょっと違うかなって。は？ごめん、もういい、行こう。ちさと待って、花火大会は一緒に行こう。ルールに嘘ついたことになっちゃう。わがままね。だってそれは違うんじゃなかったの？お願いします、ルルといる間だけ。ひなちゃんさ、気づいてる？え？最初からルルについてるんだよ。嘘、陰キャが陽キャのふりして友達いないの隠して。ぼっちの花火大会どうぞお楽しみに。私って結局根は陰キャなんだ。頑張ってそれっぽく振る舞ってもダメ。何も変わってない。夏休みがなければ雨。キャッ！ルル？ルル大丈夫？夏祭り向かってたら急に降ってきた。やだ怖い、おへそ取られちゃう。ルル落ち着いて。ああ、髪濡れちゃってる。おいで。そんなに雷怖かったんだ。雨、まだ降ってる。あ、止んじゃってる。通り雨？うん、土砂降り。これは花火大会中止かな。そんな。でもよかった、ルルと一緒に入れて。ルルは？夏休み私に会えて嬉しい？葵くんに。ん？葵くんに会いたかった。え？え？もしかして葵って女の子じゃなくて男の子？高校バラバラになってずっと思いを伝えるチャンスがなかったの。ルルは好きなんだ、その葵って。地元の友達が集まる今日がチャンスだったの。今回の花火大会逃したら次はもうないかも。でもどうしよう、雷怖い。本当は葵くんに告白して振られるのも怖い。中止か、これでよかったのかも。ダメ、絶対ダメ。告白して。花火大会中止なんでしょ？しないよ。見て、もう晴れてる。ひな、どうして？嘘をついてたから。冷たい。最悪、泥が打っちゃった。私ね、元友なんかいないんだ。高校まで友達できなかった。だって陰キャだもん。ずっと嘘ついてたの？そうだよ。ごめんも嘘、仲良しグループの話も嘘、花火大会の約束も嘘。ひな、ルルと一緒にいたくて気づいたら大嘘つきになっちゃってた。ルル、私離れたくないよ。ごめんね、無理させちゃってたんだね。でもどうして嘘って教えてくれたの？親友だから。ルルの一世一代の告白応援しないわけないじゃん。行ってきな、もう雨上がったよ。うん、私絶対に葵くんに告白してくる。ひな、ありがとう、私の一番の親友。ブリヤッカー。それが当日になって私との約束を裏切ったひなちゃんの言い分ってわけ。すずなちゃんまだいたの？まあ気持ちわかるけどね。今ともにも元ともいるんだよなって考えたら嫉妬せん？しないしない、そんなのいて当然だもん。自分と出会う前に友達いない方が異常なんだよ。姉ちゃん、
俺が売られようとしてた女子ってもしかしてその異常者トオル？トオルくん待って違うの。何も違くねえだろ。つうかダリ、私もスーナと出会う前友達なかったんですけど。佐藤、こんな異常な友達いらないんでしょ。帰るわ、絶交しよう。待って千里。してんだよ姉ちゃん。知らないし。ルル、どうだった？そっか、よく頑張ったね。でもおかげで夏休みいっぱい遊べるね。じゃ